はい、ファビラス続きからやっていきたいと思います。今ね、始めた時にトップに映った画像が、服をまだ着替えてないからね、だからちょっとまだゴスロリ着てて嫌だなって思ってすごい嫌だ。これ売れてないの？売れてないじゃん。どうにかしたいな。なんもないけど。ドレスやめる？ドレスが売れない感はあるよね。ってなると、これでいいじゃん、もう。あ、いいじゃん。はい、決定。はい。私、前回さ、入荷とか行ってないよね。プロモーションとかも。何もしてないよね。ほら、ありえない格好してる。キャー。じゃあ、フェア開催しよっかな。10月でしょ、もう。フェア開催。いや、でもまだな。ここ2つ年1回でしょ。ノベルティ配布しよう。てててん。ちょっとほんと早く服着替えたい。すごい嫌だ。仕入れ。何？結構です、お供なんてもう敵ですよ。敵判定ですよ。悪いけど。ドレスが少ない感じするよね。ちょっとだけ。ちょっとだけよ。こんな2種類売ってんのに、ないんだもんね、あんまりね。ここはドレスそもそも売ってないと。ドレス売ってない店、ちょっと何なの？あ、ここも売ってなかった。なるほど。じゃあもう戻りましょう。回転です。回転ですよ。店長、お願いします。はい。やすこ結構来るね、なんか。スカートね。この人確かゴージャスタイプだったと思うよ。ほら、もうこの人覚えたわ、なんか。もはや着すぎだもんね。なんか、色で言ったらこれだと思うな。色で言ったら。ほら、やっぱおばさんだから、おばさんだからっていう名前だけど。これや。ああ、そう。ああ、不況だからこそわかるわ。女は元気、女はハッピーや。そうなのかもしれないよね。どんどん売り上げを上げて、差をつけてきたよね。いいですね。はい。やっぱベルファムにだけは負けたくないから。待って、スカート帽子ね。グッチョ。はい、オッケー。さあ来い。あ、もうピンク来たね。早いね。何かを探し、悪評聞こえてきましたよ。オーナーがお金を使い込んでる。あのね、悪いんだけど、お金を使い込んでるんだとしたら私じゃなくてねえ一人いるけどね。え、はそれだけ言いに来たの？ムカつく。何、大嫌い。何今の。もうね、安易に噂を信じるやつとかもう信用できないからね。悪いけどね。ね、なんかすぐネットニュースを信じるのよ、ああいう人は。ほんとやだやだ、ほんとに。かぁ、ムカつく。服変えよう、もうありえないから、ほんとに。バカだと思われちゃう、この人なら。うわ、たまにはなんかさ、スカートで行きたい感はあるよね。エターナルで行こう。この間もエターナルで行こうとしてなきゃいけなかった感があるよね。エターナルない。
ヘタハナル、ヘタハナル。いや、中見えてるしね、これ。アウトでしょ。ダメじゃん。じゃあ、こうするしかないんだ。いや、ダサくないでも、この、ダサいよね、普通にね。ターナルやめようか。パンサーいいんじゃないか。ギャルっぽいよね。パンサーならない？うわ、これしかない。嘘やん。パンサー。中どうしたって感じだよね。統一しなくてもいいんじゃないかって気もしてきたね。なんかだんだんね。モードCってさ、これ普通、もうただの黒い女になったわね。ただの黒い女。ただの黒い女っていうのもどうかと思うけどね。こっちの方が可愛くない？こっちの方が可愛い。はい、もう地味です。もう地味子でいきます。いやもう、ちょっと派手すぎだからね、一個前がね。待ってよ、マイショップ。電話が鳴ってます。ああ、ほんと、幸子はね、前回のパート、前回じゃねえな。前々回のパートでね、本当にね、悪く言いすぎてね、申し訳ないなと、ちょっとだけ思ってます。話がしたい。まあいいわよ。信用できるの彼女。なんか実は敵とかじゃない？大丈夫？だったらもう、なんかあんま信用できないじゃない？ここに出てくる女たち。ほら、リエとかね。合コン盛り上がったって。ライブに一緒に行くのでパンツ。どういうライブかだけ教えてほしいよね。なんか、リッチカジュアル。こういうのっていいのかな？嫌なんだろうな。今何履いてるこの人。違う。これでしょ？これさ、今あったよね。でもこれだよね。はい。はい。まあまあまあ。それはいいのよ。いないね、特に誰も。じゃあ、公園。イブのファンサイトをチェックすると、炎上していました。何？ゴスロリドレスのあなたとイブの写真がアップされてしまったようです。白昼堂々とデータだってさ、写真のイブもルンルンじゃん。何このゴスロリ女。彼女なんだって。いや、リブを無理やり連れ回そうとしてる感じだったよ。嘘、何その女、最悪。ムカつくわ。まあ、でもしょうがないよね。夕飯食べに行こうよ。レストランで待ち合わせでいい？いいけどさ。だから地味な格好したのよ、私は今。やっぱもう、目立っちゃいけないっていうね。そう、スキャンダルがちょっと本当に。事務所の圧力で消しなさいよ、なんとか。ね。弱小事務所なんじゃないの？大丈夫？クスラスラ。サイレントマジョリティって知ってる？サイレントマジョリティ？欅坂かな？踊る？バキバキ言ったから、ね、今。ごく一部の人が批判やいじめをして盛り上がっているだけ。わかる。すごいわかる。多くの人は黙って支持してくれてるんだってさ。まあ、だいたい関心のない人とかいるよね。でっていうね。そうだ。この店、ピアノ置いてあったよね。弾くの？僕、弾いてあげるよ。あら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 。サティのジュトゥブ。ちょっとあなたが欲しいって意味だよ。あら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 、大変だよ。もう弾いてるシーンはないんだね。ないんだ。そっか。あ、出たね、木本と打ち合わせ来たよ。こんにちは。ちょっとあんままだ信用してます。しきれてません。
ハーバーエージェンシー、うん、うん、なんかだってさ、やっぱちょっとこういうことをふっかけてくる人ってちょっとさ、前回詐欺な人いたしね、うん、いいアイディア。有名モデルやタレントを呼んだらいい。ハーバーシティらしい場所で開催すれば予算を大きくして、とにかくハーバーシティらしい場所だと思う。うん、うん、ほらね、ほら、いいアイディアなのよ。そんなね、タレント呼べばいいなんていうのは安直よね。うん、うん、作成、作成、うんうんうん、すごい優秀ですねって言われてよ。ついに勧められたか、へえ。何、こんなこと言ったら失礼、失礼を言うのね、今からね。うん、違うのよ、みんなアリサのこと言ってくるの私嫌なのよね。そうなの。だとしたらさ、やっぱりなんかジンと付き合うのって、うん、あ、相思相愛だったんでしょうねって言い出したわよ。と、あ浮かない顔になってって、あんたちょっと察しなさいよ。この人ちょっとバカなんじゃないの。いや別に大丈夫です、ほっといてください。この人ちょっと本当なんか空気読めないんだろうなっていうねのを感じるよね。やばい、雨降ってる、悲しい。めっちゃ木揺れてるけど。びしょ濡れできたの？怖いよ、真っ黒の服着てるから。どうしたんだ？びしょ濡れじゃないか。目が真っ赤だよ。早く入って。傘差してる。あ、傘差してくれてよ。そういう優しい人好きなの。なんか。ちょっと待ってて。うん。バスルームでこれに着替えるといいよ。待って、そのこれジンの趣味でない、大丈夫？サウナにかけておけばすぐに乾くから。うん、絶対見ないから心配しないで。見てもいいけど、見てもいいけどね、いいけども、まあなんか、あ、大きすぎるジンの服に着替え、あ、ジンの服に着替えるのね。うんうんうん。カレーシャツってやつやで、カレーシャツってやつ。いや、アリメイク怖いけど、アリあれじゃない？とっても可愛いよ、よく似合ってる。やだ、可愛いって。なんかあのメイクすごくない？雨そんなびしょびしょになったのにさ、全く落ちてないの強いよね。はい、カフェオレ温まる。嬉しい、カフェオレ。優しい笑顔を見せるジーンに何も言い出せず。あー、そうだ、よかったら大学時代に使ってた経営の本をあげようか。何その話を今するの？いらないよ、そんなの。いらない。あー、やだ、写真だって。最低だよ、ジン。なんか下画面これちょっと映るようにするわ。ちょっとなんかね、すごい、そんなに可愛くないわよ、このアリサ。言いたくないけど。なんか、何このメイク。こんなところにあったのか。いくら探しても見つからなかったわけだ。うわ、もうやだ、どうしよう。正直に教えて、姉を好きだったの？もしくはあの話ほどだったんだ、もういや、何も信じられない。このね、極端よな、ほんと。姉を好きだったの？ああ、好きだったよ。うわ、ストレートに言ってきた。あの頃はお前は財閥の跡取りだからいいよな、なんてよく言われたけど。あ、それなりに苦労も多くて、ね、まあそんな金持ちだったりっていうのは結構言われがちよな。そんな時、自由奔放なアリサがいてくれて、うん、いろいろな意味でアリサにも救われたよ。昔の話だ。うん、あの頃の君はまだ幼くて今の姿を想像もしなかったな。サナギが蝶になってしまった。大変身だ、アリサとはまた違って素敵な女性に成長してしまった。本当？まあ、アリサより可愛い自信はあるんだけど。なんか、なんかね、なんか、公園に G いるって、ちょっとあんま好きじゃないけど行くね、とりあえず。社交辞令というものを知りなさい、G って言ったよね。うわ、もう止まんないでよ、そんなの。
誰に対して言ってるんだろう。カレン、滝沢カレン、やめてよ、滝沢カレン好きなんだから私。いやもうきつくないよ別に、私はもう敵だっていう風に今もう決めてるから。どうする、受けて立つよって言うとなぜで教えてくれるの。受けて立つよ、負けないわよ本当に、悪いけど。うん、ちょっと待ってよ、じゃうちもなんかモデル雇おうよ。誰がいい、いや女性受けのいい人、なんかさ女優でもかよ、フカキョン、ガッキーとか、待ってベルファム1位になった、くそ、ちょっとガッキーとかなんかそういうさ、女性票も獲得できる人をさうちにも呼ぼうよ。そういえば美容院行ってないね、久々行っとく。どうもね、レベル4ショップになって随分景気がいいみたいで、あなたはちょっとあんま景気が良くなさそうね。なんか他はね全然ダメみたいよ、だってもうみんな政治が悪いって言っちゃってるもん。そうなんだ。でもさこの国はさ政治なんていうのはこう関係ないわよね。え、政治は三流でもあなたとか私みたいなこう女性パワーっていうの、すごいこと言い出したわよ。そういうのが男を支えて世の中を活性してきたんだから、愚痴ってる場合じゃないわよね。そうね、まあいいこと言う、まあそうね、そうね、愚痴ってる場合ではないわね、確かにね。いい髪型ないかな、何も増えてないね、もう閉店だねこのうださ。全然髪の毛ないね、ちょっと明るくしてみる。何もしないとさ魅力上がんないと思うから、はい、お題はこちらになります。コスメもな言うほど多分、ないね。何もないね。今日キャンセル、魅力前1上がったからいっか。あー出た出た、頭悪いって言われたよこれは。うわーちょっと待って、おられた、もううるさい。なんだマリコの野郎、ほんとに。いやー最悪、どんなもん差がついてる。でも言うほどだな、そんなね言うてもう無理みたいな差ではないから。はい、クリスマスですね、稼ぎ時、在庫入荷しよう。うわ、4ヶ月切ったって、いよいよこのゲームもなんかエンディングが見えてきたわね。まあでもあれよ、エンディング後は見たいキャラのエンディングは見るからね、ちゃんと。何あなた。ルーキー潰しのえっちゃん。あら、そう、なんかダッサいわね。何財だって、ほんと。ほな、行くで。どこ行くの、さよなら。どっか行けよ。腹立つわ。ちょっともう仕入れましょう。とりあえず。またあんた。あの女ダメね。稀に見るぐらい嫌いだわ。ドレス入れとく？なんかあんまないもんね。でもちょっと知力上げなきゃいけないのがちょっとさ、個人的厳しさを感じるのよ。なんか。今サクッとあげろよって話なんだけど、いかんせんちょっとさ難しいのよね後半の問題って。どうしたらいいんだろうっていうね、まあ感じるよね。こっからよな。はい、もういいよ。やっぱさ、ドレスじゃない方がマネキン売れるっぽいよね。なんか今なくなったもんね、マネキンね。普通にワンピで行こっか。あ、ゴージャスじゃん、これ。すごいゴージャス。すごいゴージャスよ。こうかな。はい、でプロモーションですよ。ここは
やっぱそんななんかね、モデルでなんとかしてきたから向こうは。負けませんよ。こっちはもう、どうしよう。フフロアショー開催しちゃおうかな。どや。これでいけるでしょう。開店です。いらっしゃいませ。はい。リサ。うん。スペインに行くんだ。へえ。インナーでしょ。もう高いもん買ってくれよ。インナーそんな高くないじゃない。リッチカジュアル。なんかダサくない？ダサいよね。はい、完成にぴったりなのかどうかわかんないけどね。ここですよ。ここはもう失敗しないから絶対。はい、行っちゃいましょう。グッジョブ。オッケー。スピーディーじゃない、つまり。いいですね。オッケー。わお、ピンク来ない。どうでもいいけどピンク来て。来なかった。ピンクが来なかった。なんで？なんで来んかったの今ピンク。ショック。あ、でもミヤレージ1位になってるよ。なんなのベルファム。あー、アカデミーにいるんだよ。アカデミーに行こう。オッス、レオ。なんかバスケしてる場合じゃないよね。彼女の方。あらあら。誰彼女？私だよね。シンジって誰？シンジ一個してるの？誰だよシンジって。これ私は今何の会話を見せられてるんだろうって気がするよね。レミングの顔はもう思い出せない私。もう思い出せないわ。何だったんだ今の会話。本当にダメだ。もうね、アカデミーダメだよ。全然なんかこう、勉強できない私。そして1位を奪われるっていうね。遠回しにあれバカって言われたでしょ。絶対そうだよね。また吉野じゃん。15,000円もするメロンだって、ありがとう。吉野いい女じゃん。何でもいいの？ベーシックで何でもよし。そっか、ベーシックか。なんか、羽織ったら？あ、いいんじゃない？いいんじゃない？ 40 歳、主婦。よし。はい。電話が鳴ってます。お、これから会いたいんだけど、だって。あまりいい女すぎる。ありがとう。ありがとう、マリー。何どうした？まあ、気を悪くしたかって言われたら、だって好きだったなんて、本当は今でも忘れてないんじゃ、てんてん。まあ、そんなことはないけど。
難しいよこういうの。なんか昔のだって言われたって元カノの写真とかあったらそりゃさ、はぁと思うもんね。あ、そっか、結婚してるんだっけね。やっぱ顔好きだな顔好きだな。家に帰ってからジートの、ああそっか、メール、そっか、木本ね、忘れた。もうやばい、何もない、これやばいぞ。こういう時が一番ね、なんか問われる気がするのよ。なんかアカデミーに行って博打で頭よさあげるよりカフェ行こうかなと思う。純子、ありがとう。で、一か八かでアカデミーやる？いや、店やろう。店やった方がいい気がするわ。霜降ったって。いらっしゃいませ。はいはいはい。あ、エリー、髪の色が綺麗よね。今度は弁護士。弁護士か。リッチカジュアルが好き。何でもいいんだよね、多分ね。リッチカジュアルが好きか。これやな。なんかもう真っ白。なんか雪女みたいでいいんじゃない？はい。最高だよ。いけた？最後行ってよかったね、お店ね。これよかったよかった。はい。よし。よしよし。もうなんで、待って、ダウン？まさかの在来抜かれたんだが、どういうこと？ 12 月よ、だってもう。まあ、芸人になるのが嫌なら、よくそんなこと言うわね、ほんとに。パーティーを開催しました。あ、そっか、クリスマスだったね。よしよしよ。はい。これはするけど、あれ、なんか豪華じゃない、いつもより。気のせい。やっぱランク上がってるから。てってってん。そっか、今回はこれがあるから、やばくない？ちょっとなんか、どうしよう。うるさいよ、もう。うるさいよ、ほんとに。ドレスをとりあえず、セルフで入れとこう。結構でもドレス買っていく人いると思うんだよな、その、なんか、やってたものは。の割にドレスはさ、入荷されないじゃない？だから、まあ、行くか、もう行こう。これ1位にならないとダメなんだもんね、絶対ね。マネキンある？ないじゃん。ないじゃん。クリスマスだし、なんかドレスでよくない？そんな気がする。だってクリスマスだよ、クリスマス。クリスマスが今年もやってくる。はい。もうこれでいいよ。はい。ダッセー。くっそダサい。開店です。店長、お願いします。かわいいね、やっぱこの外の外観ね。さっき。超良くない？え、こんなんだった、この人。え、なんて言った今。あー、聞いてなかった、どうしよう。イエローの洋服か小物。リッチカジュアルでイエロー、リッチカジュアルでイエロー、リッチカジュアルでイエロー。ちょっと待って。なくないか。
え？これしかないのね。でもこれ履いてんじゃないの今。だよな。うわ、終わった。こんなタイミングでこれは最悪やね。もうちょっと、なんとか。ピンク来てくれんと終わるよ、これ。ピンクちゃん。ワオじゃないの、ピンクちゃん。うわ。まずまずですかね。最低だ。じゃあちょっと今回はまあこれで一旦終わろうかなと思います。はい。バイバイ。